どうも、こんばんは、エノです。今回は東京グルインボーク、メンテナンスがおりまして、新しい駆逐、フクロウ、再来が、やってきました。前回の駆逐で出てきたフクロウは、青霧のアジト、アジトに、潜入、青霧アジトに行った時のフクロウだったんですね。で、今回は、アンテイク編の、フクロウということで、早速やっていきたいと思うんですが、詳細にね、操作感でいくとダメージがアップするようだとか書いてたんで、僕今回グールで、行きたいと思います。これですね、ブレイク重視のノロ、火力アップのアキラ、で回復担当のトーカジャンで、攻撃担当のカネキ、ブレイク担当のカネキで、行きたいと思います。前回何の駆逐の S 行ったんだっけ？てか前回の駆逐覚えてねえ、復刻しすぎて。ムカデだっけ？ムカデ一発で行けたんだよな。ちょっと待って、これオートになってる。 A はね、行ったんですよね。いつものように A はね、やったんですけども、ノロ貯めよっかね。次のフロアがよくわかんねえんだよな。一応取っといてもいいんだけど、どうしよっかな。いや、使おう。トーカちゃん突破できないよね、さすがに。シフト2個使ってもいいか。最悪ここ金木下げよう。あ、全然いけんじゃん。これで、フロア2と、ここは、全員スキル溜まってるし、ノロ下げますか。ノロブレイク性能高いしね。ノロを攻撃した方がいいのかな、これ。一応攻撃しとくか。で、金木に溜めさそう、スキルを。よいしょ。畳みかけます。あら、よいしょ。オッケー。ここはノーダメで、シフトも全部残したの。突破全員のスキル溜まってる。で、こっからなんだよな。腕を破壊しましょうね。いつものごとく。まず相手の皮から見ていこうか。ブレイク1万アップ、操作感に対してダメージ 180% アップ、ダメージ 60% カット、敵のカードも効果、敵の回避も効果。オッケー。こいつ自体が避けないんだったら、避けるアタッチメント別につけなくてもよかったんだな。とりあえずスキル打ちますか。腕をとりあえず破壊するという。腕破壊したらポイントもうまいよね。1個集中でもいいんだけど、こっちに打とうかな。あいつがブレイク高いんで、どうにかして剥ぎたいんですけど。で、これここでノロを出すでしょ。ガードか。なるほどね。うわ、硬え、あいつ。マジか、そんな硬い。ちょっと一応アキラ使ってみよう。あ、オッケー。ピヨピヨ入るじゃん。ピヨピヨ入る。じゃあここ次、あいつのブレイクはしゃあないとして、トーカちゃんで回復するとして、とりあえず両方の腕を先に破壊しましょう。幸い腕はそんな HP 高くないから。これ腕破壊したらさ、永久的にあれだよね、2ターンの間アタック150アップ、永久的に破壊できるよね。ノロ打って、ノロの全体ブレイクダメージとかでだんだん削れていく分で、今のところはいいでしょう。フクロウ本体の方は。ノロたまんなかったか。なるほど。ブレイク性能高いカネキと、ノロをシフトしながらやっていきたいんで、ちょっと一回こう無駄なんで、こっちにカネキを打って、でカネキで叩くと。下からしばいていこうかな。じゃあせっかくだし、で、1個腕は破壊と。自身が2ターンので流血状態、いいぞ。こんな感じでね、まずは腕を、両腕とフクロウ本体をもう同時にブレイクさせていこう。おお、51万めっちゃ入る。破壊じゃない、ブレイクさせていこうとすると絶対シフトは枯渇しちゃうんで、ここはいいでしょう。ここでもうシフト2個ぐらい使ってもいいな、正直。シフト使わなくてもいけそうだから2個。こんな感じで。でもこのターン中にあれだな、あいつブレイクさせてさっさと剥ぎてえから、別にそこまで苦戦しないな、今のところは。多分だけど、こんな感じで。ノロ打って、これいけっか。トーカちゃんカネキ、オーケー。でこのカネキのスキルは残しておくか。
かあいつ皮がさだいぶ厚いからあれだね、ノロでうまいこと出血させ続けて削っていこうかな、いつもみたいに。最近その戦い方なんだけど、あ、オッケー、いけそうだな。酔ってくれたら嬉しいぞ。わあ、まあ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 、回復して、まあ、仮にあいつが流血させてこようもんならトウカちゃんで回復できるんで。ただね、ここブレイク性能、もっとノロのブレイク性能を上げて、まあトウカちゃんじゃなくてもエトでもよかったのかな、ここ。正直なところ、エトでもよかった気がする。シフト2個目使おう。押し通す。残、そんな入んなかった。16万、言うて16万なんだ。 OK、 さあ HP が減ってきたけど、相手何してくる。何、自分の HP 消回復やめとけお前。HP 消回復したけど出血の方がまあダメージを入ると。ノロ出して、ノロ打って、カネキ出して、カネキ打って、これで飛ばせないか。いけ、クリティカル出ろ。やったんじゃないか。イエース、いいですね。まあこれぐらいのスピードなら S 回った方がいいのかな、わかんねえ。 A はオートで回れるんで。でもな、腕破壊できない分な、ちょっとそこでな。4115か。はい、ということで、新しい駆逐フクロウ再来、S 初見クリアできました。皆さんはどんなパーティーで、攻略したんでしょうか。よかったらコメント欄に残していってください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。